湾海線を通っていると事故渋滞の文字が見えました。高速道路のパトロールカーがサイレンを鳴らして1台また1台と来ました。少し前に事故は起きたようです。事故処理でこれからもっと渋滞するのでしょう。高速出口でワゴン車が横転していました。今度はパトカーとトラックと乗用車が非常駐車帯に止まっています。煽り運転かスピード違反かははっきり分かりません。皆様も夕方の運転には気をつけましょう。ご視聴ありがとうございます。よろしければ登録をお願いします。